アウザルケット両選手の入場です。今日もセクシーに登場、山本美優選手です。大歓声が上がっています。まずはアブザロケット選手からお願いします。はい、アブ選手、47.00、クリアです。クリアしました。かなり余裕を持ってのクリアです。続きまして山本美優選手です。はい、山本美優選手、48.80、クリアです。クリアしました。さあ、それでは両者並んで正面を向いての写真撮影です。山本美優選手、今日もセクシービーナスです。かなり会場を沸かせてくれました。そしてアムザロケット選手は何といってもムエタイです。さらには充実の黒帯を持っているという、何でもできる選手でもあります。明日はどんな展開になるんでしょうか。この2人の戦いです。若干身長差があるでしょうか。ライジンのスーパーアトム級戦線は世界トップのスーパーアトム級戦線です。この2人の戦いがおそらくスーパーアトム級戦、新たな波を起こしてくれそうです。続きまして第4試合、ライジンキックボクシングルール3分3ラウンド62キロ契約、白鳥泰治 VS タイガ両選手の入場です。